小牧神明社は、愛知県小牧市にある神社。正式名称は、神明社。毎年8月に行われる小牧秋葉祭で知られる。終わり名所随によれば、織田信長が、小牧山城郎を築城しようと軍神に諮ったところ、その年は、近神マナ殺に当たるとのことから、清須の味噌の神明の士官に神事を行わせた。 その後、永禄六年に築城するとともに、小牧さんの東の池へ新名舎を誕生したという。天正十二年の小牧、長久手の戦いの際には、小牧山に婦人した織田信夫と徳川家康が崇敬したという。終わり藩書大藩書である徳川義直が参敬した際、ボタンの増加を可視して、子供たちに下部させた。その後、 ボタンの増加を飾り付けた出汁を建造し、現代まで続く新明祭の起源となった。江戸時代までは、暗い神社と称したが、明治初年に、新明社と改称また、同5年5月、近代社格制度において合社に列した。明治42年以降、神社整理により南宮社、津島社、金平社、秋葉社、須佐能の社、山の神社、稲荷社が合祀された。 社名表とリーシュ最人廃止に抹茶境内には以下の抹茶がある。小牧秋葉祭りにおける出し現在の清須市一条にある味噌の新名社。ありがとうございます。